はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで豊さんからご依頼です。はい、野球の今くらいとですね、早いですね、よく気がつきましたねはい、よろしくお願いします。一番乗りでしたよ、豊さん。その後ポンポンとこう注文来て、とりあえずワンケース分だけ在庫反映させてね。で、大谷選手もね、ラインナップされてますから、サイン、まあ少ないでしょうけどね、まあ出なくはないというやつですよね。ラインナップされています。これ箱どうします？こっちだけにする？そこだけちょっと後で教えてください。あの、うん、ブリキの缶なんですけど、あれでしたらこっちで処分しますので。懐かしいな。はい、お、ケレニックのトリプルジャージですね。とりあえずね、49ですね。取り出しますね。またこれ返しがそのまんまなのか、ちょっと待ってください。はい、ね、まあ、いっか、ここもいっちゃいます。はい、まずはケレニックね。で、バーランダーはダブルですね。49枚限定ですね。ケレニックも49ですね。三つ窓ですけど、こっち22。はい、で、レデンプションですね。誰だ、ルーキーパッチオートグラフのレッド、スペンサー・ハワードさん。レッド、何シリかちょっと分かりませんが、はい、ルーキーパッチオートのレッド、これか、レッド、レッド、あ、レッドが一番多いのかな。レッド、ホロシルバー、ブラック、ピンク、グリーン、プラチナム、ボタン、タグ、ブランドロゴみたいな感じになってるようですね。うん、いっぱいあるのかな、どうでしょうはい、で、これが RPA かな、誰だろう。はい、ラファエル・マーチャンさん、ルーキーのパッチオートですけど、これ、うん、背番号のど真ん中かな。モノクローム。これに大谷選手いるんですよね、確かね。うん、かっこいいですね。うん、全部黒にしちゃうと、ね、角のガサガサ目立っちゃうから、枠は白くして中を黒くしたんですね。うん、ね、考えましたね。はい、サインが2枚で、次はライアン・ジェファーズさんですね。ミネソタのキャッチャー、これはミネソタツインズ、どこだろうね、パッチですね。はい、5枚限定だ。あ、これホロシルバー、これホロシルバーかな。そっか、レッド、ホロシルバー、ブラック、あ、ピンクってもあるのか、ちょっとわかんないなはい、うん、で、下がダイランチェイスですね。はい、こちら54-99。はい、となります。サインが4、メモラが2ですね。レギュラーがないんだ。レギュラーないんだ。あ、RPA もイニシャルだ。もう都市番号なくなったんですかね、野球に関しては。どうなのかな。はい、ということで、で、ちょっと130ポイントがあまりないので、ちょっと箱にこれ戻すような感じになると思いますので。はい、で、あと、ブリキの缶をどうするかですね。はい、ちょっとこちらご覧になって。いただいて、動画をね、教えていただければ。まあ、これが112番か。あ、モノクロームはモノクロームのインサートなんだ。こっちは、こっちが RPA だね。なるほど、112番ですから。なるほどね。はい、ということで、イマキュレートでした。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。明日も一応出勤しますので、やること山積みで。
はい、もしよろしければまたご注文いただければ対応明日できます。はい、ありがとうございました。